あんな子こんな子どんな子、色とりどりさん。今回の色とりどりさんはパキスタンに住むダニアール。2022年、パキスタンでは干ばつの後に大洪水が起こり、国土の3分の1が水没。たくさんの家や学校が流された。ダニアールの家も流された。大事なものを守りたくて小屋を作って避難させたんだけど、小屋ごと全部流されちゃったんだ。町には壊れた建物だらけ。怖い思いをしたダニアールたちは心にも大きな傷を受けた。ダニアールのように家を流されたり壊されたりした人は760万人。木の枝や布で作った小屋やテントで暮らした。食べ物もきれいな水も手に入らず、病気になった子供もいた。そんな中、ダニアールは仮設の学校に通うことで希望が生まれたんだ。この学校でお医者さんや社長さんになるために勉強して、僕たちは大きくなるんだ。洪水に負けず勉強を頑張る。すごいな、ダニアール。気候変動で増えている自然災害。世界の子供の2人に1人が洪水や干ばつに直面している。地球の環境を守るために何ができるかな。11月20日は世界子供の日。